伊藤サンタです。こんにちは、ガンダルフの庭の伊藤サンタです。今日は積丹町の島向漁港に来ています。何しに来たかというと、鶏の餌を混ぜているウニの殻をいただきに来ました。秘境感たっぷりの漁港なので上から景色を見たいと思います。港へ降りていきましょう。とぐるりっと、草刈りじゃなくて山菜採りかな。道がある。吹きじゃなくてこのセリ科の大きいやつ、シシウドとかハマウドとかいうやつを、アク抜きが大変だけどできたら美味しいらしいですね。ウニの殻置き場に来ました。これですね。今年はなんか例年よりちょっと量が少ないみたいですが、これがニワトリのコッコちゃんの卵の殻の素、カルシウムになります。じゃあ袋詰めします。
綺麗になくなりました。それでは早速取ってきたウニの殻をニワトリにあげてみましょう。ケンちゃん取ってみよう。よし、取った取った取った。はい、よいしょよいしょ。昔は、冬季を割って与えてたなんて話もあるくらい、ニワトリは何でも食べるんですね。茶碗を割ってね、あげて、それが殻になるんだなんて、昔のおじいちゃんから聞いたことがあります。